はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、お話をね、白血病のになった僕の体のことをね、ちょっと交えながらね、お話ししていくんですけどもね、今日はですね、健康になるための食べ物とかではなくて、歯、このね、僕じゃない、皆さんありますよね、歯ね、歯が今後の人生に影響を及ぼすんだよというお話になります。まあね、歯にね、少しでもね、違和感があるなら早急に歯医者へ行けというね、ことを推奨する内容なんですけどもね、先日お伝えしたその歯肉炎とかね、歯周病のお話でもですね、まあ、それらがこう起爆剤になって、他の病気になってしまうというね、その悪循環に襲われる可能性があるというもののですね、まあそれらもね、今後の人生に影響がありますとね、お話しした時にですね、まあ、それらは運動療法とか食事療法で改善できますよとね、研究で証明されているということをね、まあ、お話でお伝えしたんですけどもね、今回の話ではですね、運動やね、食事もね、まあ、大事なんですけども、まあ、しっかりとね、治療に向き合わないといけないよ、どえらいことになるんだぜっていうことをお話しするんですよ。なんとですね、歯のね、喪失からね、口腔のね、社会的な機能の低下になって、抑うつの発症となる因果関係のメカニズムが解明されましたということなんですよ。我々のね、大切な歯がですよ、失われていくとですね、社会的な機能の低下をしてしまって、うつの発症にまでね、関係してくるということなんですよ。恐ろしいですよね。まあ僕はね、今かなりのスパンでね、歯医者に通ってますけどもね、こんな恐ろしいことを耳にするとですね、ますます歯って大事やなとね、改めてね、考えさせられます。まあね、白血病になってね、その大量の抗がん剤をしてね、骨髄移植をして副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んでるんですけどもね、その免疫抑制剤の副作用で口が乾いて虫歯になるというね、悪循環がいつまでたってもね、終わりませんけどもね、骨髄移植によるね、他の重篤なね、副作用が抑えられてて、まあ、虫歯程度で落ち着いてると考えればね、まだマシなんですけどもね。というか、まあ虫歯も別にね、放っておいてるわけじゃないのでね、しかもまあ今後このままやとね、それなりにその問題が襲ってくるということがね、こうひしひしとね、心に、ね、伝わってきてるんでね、まあ、少しずつでもね、今の歯の喪失はね、改善していっています。まあ、そんなね、歯の喪失に関するね、研究発表でですね、この前のね、4月16日にね、東北大学からね、歯が少なくなると会話や表情、食事といったコミュニケーションのに関連するような社会的な口腔機能に影響し、抑うつの発症といった全身の健康状態の悪化につながる可能性が示唆されたと発表されたんです。すごくないですか？歯の病気からですね、うつにまで発展してしまうなんてね、考えたこともなかったですよ。抑うつのね、発症というのはですね、人とのつながりといったね、社会的な要因が影響することがね、過去の多くの研究によってね、示唆されてきています。話す、笑う、食べるといったね、その口の中のね、その機能っていうのはね、コミュニケーションに深く関わっていてですね、歯の喪失っていうのはね、このようなね、口腔の社会的な機能の低下を介して抑うつ発症になってしまうとね、考えられているんです。まあ、人はね、言葉がありますのでね、その言葉をね、うまく話せなかったりね、こうニコってね、笑えなかったりね、食事をすることがね、苦になってしまうというようにね、どれもね、スムーズにできなくなってしまったらですね、落ち込んでしまったりしてね、こう自分を閉ざしてしまいそうですよね。まあ、そんなね、分かりきってそうなことなんですけどもね、これまでのね、研究ではそのメカニズムについてはね、明らかにされていなかったんですよ。そこでね、東北大学の研究グループはですね、要介護状態にない地域在住の高齢者を対象とした3年間の追跡研究からですね、因果媒介分析というね、手法を用いてですね、歯の喪失、口腔の社会的な機能の低下、抑うつの発症というメカニズムをね、明らかにすることを目的にしてね、研究を行いました。するとですね、歯がね、19本以下でね、抑うつの発症のリスクが 1.3 倍で、それがですね、歯を見せて笑うことができないことや、咀嚼困難などのね、その関連していることがね、分かりました。研究ではですね、2010年および13年に実施されたね、JAGES、日本老年学的研究調査にね、参加した、要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者のうちにですね、2010年の時点でね、抑うつ状態にない人を対象に、2011年の時点でのですね、
現在の歯の数とですね、3年後の2013年の時点での抑うつの発症の有無についてのね、追跡研究を行いました。抑うつ状態についてはですね、15項目あるね、高齢者用のね、うつ病尺度っていうのがあるんですけどね、それを用いてですね、評価して15項目中の5項目以上該当した人をね、抑うつありとねしました。またね、歯のね、喪失とね、抑うつ発症との、ね、間のメカニズムをですね、うまく話せない、歯を見せて笑うのをためらう、咀嚼困難な食べ物があるの、有無の3つをね、口腔の社会的な機能低下っていうのを用いました。そしてね、分析に際してですね、性別、年齢、教育歴、高価所得、喫煙歴、独居、一人暮らしね、あとね、婚姻歴、生存疾患の有無といったね、行楽因子を調整変数として用いて、ロジスティック回帰モデルをね、用いた分析によってですね、現在の歯の数と抑うつの発症の有無およびその3つのね、媒介変数をね、それぞれ投入した3つのモデルを作成して、これらのモデルから自然な関節効果っていうのをそれぞれ算出しました。自然な関節効果はね、この研究ではですね、歯の喪失、口腔の社会的な機能の低下、抑うつの発症というね、経路の効果の大きさを表しています。でまたね、この自然なね、関節効果をね、その現在の歯の数と抑うつの発症の全体の効果の大きさと比較することによってですね、各口腔のね、その社会的な機能の低下による経路がですね、現在の歯の数、から、抑うつ発症のメカニズムのうちにですね、どの程度説明できるかっていうのを明らかにすることができると考えました。対象者8875人のうちにですね、3年間の追跡期間中にですね、新たに抑うつ症状を発症したのは、11.5% でした。でまたね、現在の歯の数がね、20本以上にとれてね、抑うつ症状を発症したのはね、 9.2% だった一方ですね、19本以下の人っていうのはですね、 13.1% でした。分析の結果ですね、現在の歯の数が19本以下の人ではですね、抑うつの発症リスクがね、全体の効果としてですね、1.30 倍とね、高いという関連がね、示されてですね、で3つのね、口腔の社会的な機能低下に関するね、媒介変数についてですね、うまく話せないが 12.4%、 歯を見せて笑うのをためらうのが 16.9%、 咀嚼困難な食べ物があるというのが 21.9% となって、それぞれが統計学的にね、優位にその関連をね、示していたと言います。まあ、このようにですね、口腔機能のね、低下がですね、全身の健康状態の悪化につながることはね、まあ、これまでも多くの研究によってね、明らかにされてきましたけどもね、そのメカニズムとしてはですね、主に栄養状態やね、全身的なね、その炎症状態によってね、説明されることが多かったんです。しかしですね、今回の研究ではですね、統計学的によってね、妥当なね、因果媒介分析というね、手法を用いて、栄養やね、炎症だけではなくて、歯の喪失でコミュニケーションに関わるような発音、表情、食事といったね、その口腔の社会的な機能が低下して、抑うつ発症のリスクに上昇につながるというね、メカニズムがあるんだよということがね、明らかになりました。歯の喪失というのはですね、先日もお伝えした通りですね、他の病気の起爆剤になる確率が高いというね、健康問題の一つです。それをね、運動することで口腔内細菌層のね、多様性の増大によってですね、口腔内マクロファージのね、異物貪食能っていうのが増大するとともにですね、唾液の中のね、リポタトール類と、主要エシ因子っていうのをね、減少させて炎症病態を軽減して、歯周病の歯周ポケットの深さとかね、出血の有無を改善をもたらすというね、メカニズムがね、推測されたことで、日頃からのね、運動習慣がある人ではね、歯周病のね、有病率がね、低いということが証明されています。まあ僕はね、まだ運動はできませんけどもね、歯医者でね、一生懸命ね、治療してもらってます。でその歯科治療においてですね、患者さんのね、社会的な機能の回復というね、視点にもね、治療を行っていくこともですね、その後の健康状態の悪化を予防するためにはね、重要である可能性があるとね、今回の研究で確認できます。まあ、なのでね、ほんの少しまあ歯が痛いなとかね、ずっと虫歯が気になってんねんっていう人はですね、速やかに治療に取り掛かっていきましょう。そんな感じでね、歯の病気からですね、うつにまで発展してしまう可能性もあるんだよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。